炎上の降伏は敵軍師郭が仕組んだ巧妙な罠であった。曹操は天意と援軍らの粉塵の働きを得てその関係を脱した。またこの時の郭の策を高く評し、彼を自らの陣へ迎え入れた。その3年後、曹操は自らに反旗を翻した劉備を追い、可否へ進攻。劉備軍を散々に打ち負かすと、劉備の義弟関羽を食角に迎えた。盛況な軍、治癒に長けた将、そして希代の武人関羽、これらが揃った今、曹操は袁紹と蚩尤を決すべく動く。広大な華北を有し、盛況な大軍を擁する名族袁紹だが、今の勢いと集い来た力ならばそれに打ち勝てるはず。曹操は中原の覇者となるべく決戦の地関東へ向かう。天意、曹丕、学信、各からの心も対戦を前に熱くたぎっていた。曹士官が天をつかむ様、しかと心に刻むがいい。さて、今さら言うまでもありません。飛騨の兵力差は歴然、つまり正面からぶつかるという選択肢はなしです。分かりきったことはいい。で、それをどう打開する？ではそこからは俺が。今白馬遠心の2つの私が遠将軍に抑えられています。まずはそこを急襲、守備を戻せばこちらの共闘法が出来上がりというのです。だが敵も手をこまねいてはおらんだ。そう、そこで陽動が必要なんですよ。あの大軍の注意を引き正面からぶつかる役です。あ、では僭越ながらその役目、私が受けたまります。いいね、学信殿、よくぞ名乗りを上げてくれた。いえ、私ならば捨て駒になってもいいかと思い。いやいや、捨て駒は困る。そこが崩れたら敵は曹操殿に一直線だ。なんと、主力は白馬と遠心に回すことになる。そちらを援護する余裕はないだろう。殿の命運はあんた次第というわけだ。ということでよろしく頼んだよ。なんと、とんでもない大役を引き受けてしまいました。なんと、わしも革新の陽動を手伝いますぜ。殿には指一本触れさせやしません。拙者は関雲長、ゆえあって曹操殿の確証となり申した。曹操殿には過日一方ならぬ定義を賜った。その恩義に報いるためこの刃を振るおうぞ。この戦、速さと度胸こそが決め手となる。お主の力頼みとしておるぞ。兄者は無事でござろうか。必ずや生きて再びお会いせねば。袁紹は大軍を要していますが、残念ながら彼には決断力が欠けています。迅速に策を出せば敵は混乱するでしょう。そうなればこちらの勝利は確定です。
兵力差は策で何とでもしてみせますよ。それが俺のお役目ですからね。行くぞ。機を逃すわけにはいかん。はっ。こちらが数で劣る以上、正攻法は難しい。誘導しつつ、白馬遠心を吸収しましょう。敵の陽動は学神殿を中心に、関羽殿、利天殿は白馬と遠心を頼みますよ。私が討ち取った。我こそは学文献なり。炎章軍には私と武を競う猛者はいないのか。そんなやからめ、あやつを討ち、我が軍の力を示すのだ。うまく炎章軍を釣り出せたよ。さて、ここからが勝負だね。あなたが来る予感はしたんです。そして本当に目の前に。助かりました。華々しい戦果です。私にも活躍の場をいただきたいものです。おっと、味方とはぐれたのか。カフェうせろ。私が討ち取った。関羽、父が収集しているそうだ。その力、存分に見せてみるのだ。拙者は、兄幽玄徳の刃。ただ、今は武を持って曹操殿の恩義に。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんが。私が討ち取った。
炎症ではあなたに勝てない。対局を見ず白馬と遠心で動くのが戦術層にある炎症軍の兵糧庫を焼かれ、それで勝負は決しよう。おう、その情報を信じてみよう。兵部隊の編成、武将へと向かわせよう。家計部隊を倒されたら策がなりません。私が前に立ち、彼らを守りましょう。家計部隊に気づかれてはならん。敵の目を他にそらす必要があるな。白馬、遠心を落とした部隊はそのまま北上、戦線を上げつつ敵の目を引きつけよう。やった、やった、あいつは俺が追うぞ。これ以上暴れさせてなるか。私が討ち取った。さすがのご活躍ですね。愚か、私もあなたに近づけるよう頑張ります。なんという不要な気だ。体制は決しよう。行くぞ。時代遅れの名族に引導を任せる。戦は知略でするもの。おいしるがよい。うせろ。身の程を知るのか。私の知略が破れようと。敵将、私が討ち取った。うせろ。いやあ、惚れ惚れします。なお、俺
散らしてしまうに。アロン、戦の最中の付録兵器が知らない。随分と余裕なくの方ですね。燃える気配は。私の負けですわ。恥ずかしめを受けるならば。愚か。貴様遠距離にいることこそ恥ずかしめであろう。これより我が方。そうそう、私を殺す気か。幼き頃よりの友である私を、官室の名族たる私を、お前は私の下にいるべき男なのだ。それ以上言うな、炎章。お前の男が軽くなる。名族の名、強大な軍、力を持ちながら過ぎ去りし天下を求めたか。何を言っておるのだ、曹操。それが分からぬから負けたのだと言っている。今生の別れた炎章、わしはお前を乗り越え天下を目指す。しかしこうも見事に勝てるとは。恐れ入ったよ、角下殿。おっと、角下殿。すまない、少し頭を使いすぎたかな。さあ、これで世の情勢は大きく変わる。私たちの策で曹操殿を天下へと押し上げよう。